夕霧姉さん美人すぎんだろ。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回はゾンビランドサガリベンジ第8話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察、ネタバレ、たまにゲーム配信などもしております。ゾンビランドサガリベンジについては毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。個人的なこれ話なんですけども、これ3回目の撮り直しでめっちゃ覗いてただでさえ最近ね、風邪ひいちゃって39度の熱出て、ちょっと病み上がりで喉も本調子じゃない中撮ってたんですけども、そんな中機材トラブル、そしてボンミスで3度目の撮り直しになってて、もう俺の喉はボロボロです。はい、そんな中で第8話振り返りながら語っていきたいんですけども、時代は明治14年の話なんですけども、夕霧姉さんが人気ありすぎて客の取れない伝説の花魁という時代でございます。もうね、ほんと高値がつきすぎて相手したいけど取れないよっていうね、すごい女の人です。そんな夕霧姉さんにもついに結婚の話、が出て、佐賀に行くと、いうところから始まるんですけども、実際佐賀に行ってみたら、その身請け人、政府の関係者の人なんですけども、死んじゃって、でお金はたくさんあるんですけども、誰も知らない土地で退屈な日々を過ごしていました。そんな中、佐賀ではね、喜一という幸太郎みたいな好青年のね、オレンジ髪の男の子が、佐賀を取り戻せ、佐賀を取り戻せって言ってビラを配り歩いてるんですね。で、なんでそんなことをしているかというと、実際に地図から佐賀が消えちゃいました。これね、本当にあった話みたいで、戦争のなんだかんだってね、乗っ取られちゃった、取り込まれちゃった佐賀が、長崎にね取り込まれちゃいました。でそんな佐賀を取り戻したいがために行動している喜一という少年、そんなね少年と夕霧姉さんが桜の木の下の木の下で出会います。感動的な出会い。もうあんな夕霧姉さんもクッソ美人だからさ、ね、そんな出会っちゃったらね、喜一くん一目惚れしちゃいますよね。もちろん一目惚れしちゃって、もう童貞丸出しでね、もう照れちゃって可愛いんですけども、そんな二人のところにね、人力車がこうドケドケドケって来るんだよ。でそれで喜一が夕霧姉さんを助けようと、あ、危ないってやるんだけど、それを助け蹴られるまでもなく、夕霧姉さん普通にひょいっと一人でかわしますで喜一だけが泥の池に落っちゃって、大丈夫みたいなことになるんですけど、なんとそこの馬車、人力車に乗ってたのが山田太に似てる人だったんですよね。めちゃくちゃ美人なんだよね。だから山田太のね、今謎だらけの人物なんですけど、やっとこうちょっと垣間見えたというか、もしそれが山田太の先祖だとしたら、めちゃくちゃお金持ちの人なんじゃないかなと思います、だって普通の一般人をさ、蘇らせるわけないじゃん、幸太郎が。だから何らかのね、才能、伝説を持っている人なので、めちゃくちゃお金持っている人なんじゃないかなと思います。他にもね、さくらちゃんとかも、いろんな登場人物が散りばめられて、本編の方にね、いろいろ出てたので、そこも見どころの一つかなと思います。そんな一件もあったので、お礼をしに喜一が夕霧姉さんの元に行くんですね。かんざしをプレゼントするんだよね。いい子だよね。プレゼントしに行くんだけど、喜一くん風邪ひいてて倒れちゃうんだよ。でその倒れちゃった喜一くんに、またお礼をしに夕霧姉さんが喜一くんの家に行きます。漢方薬とかね、よく効く、風邪などに効く、ね、薬、漢方薬を渡しに行くんだけども、そこになんとね、バーのおっちゃんがいるんだよ。よく幸太郎がバーに行くじゃん。でそう、白髪のおっちゃんがいてさ、そのバーのおっちゃんに似てる人が、いるんですよ。ね、おじいちゃんがいて。で、喜一のおじいちゃんなんだけど、本当のおじいちゃんじゃないみたいで、喜一は拾われた子なので、本当のおじいちゃんじゃないんだけど、おじいちゃんがこんなことを言ってたと。ね、俺に昔の力があれば死人を生き返らせるなんて朝飯前だってね。なんかすごい意味深なこと言ってますよね。この時からゾンビにさせる方法、力はこの世にすでに存在していたってことになります、その証拠にね、ロメロがすでにこの時代からいました。もうほんと見た目が今と全く同じで、ね、もうスルメ食べてますね。だからこの時からもうすでに力は持ってたんだけど、犬で試したのか、人間に使えてたのかまだわかんないんだけど、とりあえず犬では成功させていましたね。
ねえ、スルメ食いすぎて死んじゃったのかな。俺の実家の犬もさ、昔父ちゃんスルメ食わせすぎて死んじゃったから、あのスルメ本当にあげないでください。マジで悲しいことになるんで。でそんなキイチがね、熱く佐賀を語っているうちに夕霧姉さんもキイチを応援するようになります。そしてもう一人キイチを応援する、まあ、応援してるっていうかね、友達がいて、伊藤っていう男なんですけども、これが結構怪しい人物で、まあ、キイチのこと応援してるようで応援していないというか、まあ、そんなことするよりも、まあ、医者になった方がいいんじゃないかとか結構アドバイスしてくれたり、まあ、夕霧姉さんと結婚したらとかね、いろいろ言ってくれるんですけども、身のこなし方もうただものじゃなくて、夕霧姉さんがご飯の支度してる時に背後から近づいて、その気配を感じて夕霧姉さんが箸で攻撃するんだけど、それをとっさにねセンスでガードしたり、その身のこなし方もね、まあ、ただものじゃないなと。そして一番気になるのが最後ね、伊藤が怪しいメモをね小敷に渡すんだよ、まあ、ホームレスみたい、今でいうホームレスみたいなおっちゃんに渡して、そこにねなんか対象の賛同者拡大の可能性ありみたいなねことが書いてあって、それで第8話が終わるんですけども、まあ、ここからは考察です。まあ、その伊藤は喜一を見張ってる、まあ、政府の関係者か何なのか分かんないんだけど、そういう存在で、でも喜一のことが気に入って、やんわりとやめさせようとしてるんじゃないかなと。佐賀を取り戻すのをやめさせようとしてるんだと思うんだよ。でもそれが止まんなくなってきて、伊藤が喜一を密告して、夕霧姉さんがそれで犠牲になって死んじゃうんじゃないかなと思います。まあ、夕霧姉さんが死ぬはね、ゾンビになってるので我々は知ってるわけで、うん、まあ、流れからいくとそういうことになるんじゃないかなと思います。そしてもう一人ね、重要なサムネにもなってると思います、バーのマスター徐福ね、不老不死なんじゃないかと、あのおじいちゃんね、あの後に不老不死になるんじゃないかと思います。まあ、なんでかっていうと、その徐福っていうのは本当にいた人物で、昔中国にいた人で、桃源郷と不老不死の薬を探していた、本当に実在していた人物だから、それで不老不死の薬を見つけて、あの後に元気になるんじゃないかなと。髪の毛もねもうちょっと生えたりして、うん、で昔の力を取り戻してゾンビにさせる、ゾンビにする力を得た。でそれを利用して光太郎がみんなのことをゾンビにしたっていう流れになってるんじゃないかなと思います。で光太郎もちょっと怪しくて、あいつずっとグラサンかけてるわけじゃんね、なんでだろうなと思って、これは本当ちっぽけな可能性なんだけど、光太郎も不老不死なんじゃないかと、喜一が光太郎の先祖なんじゃないかなと思ってたんだけど、もしかしたら喜一が名前を変えて光太郎と名乗って不老不死で、2人はプリキュアじゃないんだけど、2人は不老不死で生きて協力し合ってるんじゃないかなと思います。うん、まあ、ゾンビっていう可能性もなくはないんだけど、光太郎光太郎でも普通に風呂入ったりしてるしね、くさくらちゃんと同級生っぽい場面もあったので、ちょっとねそこ言われたら、うん、うーんってちょっと 大きな声では言えないんですけども、まあ一つのね可能性としてはあるんじゃないかなと思いました。うん、よかったら皆さんの感想考察などもコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。ということで今日はこれで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。